番やりたい相手って言ったら、まあ千尋さんですよね。はい、ちょっと残念ながら怪我して、はい、舐めてんすかマジで何してんすかまあしゃあないですね、まあ、負けた身なんで、まあここでもう一回、まあ、俺が千尋さんとやる権利があるよと証明します。いや、なんかもう千尋さんいないのがもう意味が分かんなくて、やる意味あんのかなって思うっすね、マジで。はい、だから俺からしたらもうアップでしかないんで今日なんか。はい、まあユッケ君がもう YouTube で見まくってるんで、まだ直接やったことは、まあ差しでやったことはないんですけど、結構戦うイメージはできてるんで、もう何でもいいっすよ。もう勝ち上がってる誰とやろうともうどうでもいいっす。もうみんなどうせビビってると思うし、ボコボコにしてやると思います。全員、はい、殺します。勝者はミスター普通大原でした。はい、オッケー。で大原くんになって、え大原くん、え大原くん来たか。言ってた通り、はい、まあ予想できてたんでね。じゃあ言うっすよ。ユッケユッケ、イメトリは完璧なんで YouTube で教えていただきますよ、ミスター普通だよっていうことを。ゲーム5が始まります。前大会準優勝ユッケ VS 1回戦を圧倒的な3ポイントで勝ち上がりました大原です。これ面白いね。いや、わかんないですね。面白い、はい、いや、日本が誇る人気バスケットボール YouTuber でもありますユッケ、はい、まあ、人類最速だと僕は思っておりますが人類最速、それに対して大原の外が炸裂するのか、ここ注目ですね。楽しみ。やっぱり決闘の第一弾でも言っていたんですけど、バスケットボールは 99% のバイブスと 1% スピード、これすっごいかっこいいなと思っちゃって、はい、ちょっとね、楽しみしていきたいと思います。もうだから 99% のバイブスだから、もうあんまりスピードいらないでもその 1% の差でね、そう 1% がすごいんですよ、ね、一番大事なの、はい、さあ、ということでユッケボールからスタートです。ゲーム5いってみましょう。さあ、大原距離を少し取ります。ユッケドリブルから来るか、見れるのか、あのスピードが、あー、はい、今パンツ目から見れた。いやちょっと溜めるかなと思いきやすぐ行きましたね。いや早い、すぐ行きました。もう目こすってますけど全然出ない。いや、ちょっとやっぱり、まあ、初見殺しって言ったらなんですけど、やっぱ一発目だと、もう一発いくか。こちらはバスケットカウントエンドワンとなります。これ一瞬で沈めに来てるな。いや、入り方がすごいですね。いい、やっぱり、うん、来てる。じっくりじゃないですね、ね、はい、もうだから 99% のバイブスをまず使って、ね、スピードで抜いてる感じですよ。確かに、うん、いや、僕のさっきのね、ここを拾ってくれてありがとうございます。こちらは少しスピードに乗りすぎたか。はい、やっぱり速いというのもね、いや、ほんとそうですね、はい、勢い乗りすぎてちょっとリリースが強くなるという面もあるので、ここさあ、大原どう攻めるか。こちら、ステップバックシュート、惜しい。おっと、ちょっとフェイダーウェイ気味だったんですけども、ね、いろんな技をまだ隠し持ってる大原、やっぱり外のシュートが当たり始めたらわからない、わかんないよね、これね、はい、いやー、まあ、ワンサイドゲームもあり得るのが決闘のルールですから ね、ここでユッケを止めないと厳しい展開となります。大原、さあ、スピードか普通かというところで、スピードか普通か、そうです。さあ、ディフェンス、こちらのリリースがお上手、スピードが勝ったって感じだね、はい、やっぱあそこからこの左のリリースってすごいですよね。本当にちょっと遠くですもんね、はいはいはい、あのゴール下じゃないところからのレイアップみたいな。やっぱりユッケは早いし、うまい、うん、まあでも本当に、まあ、1対1、ワンワンでご飯を食べてるやつなので、ボーラーなので、やっぱり相当、まあ、なんてどんどん研究していきますね、自分自身を。そうね、戦い方も増えていきます。さあ、外に踏み切って、このリリース2連続、はいはいはい、はいやさあ、すごい、はい、やっぱりすごいね、もうポッてなってますよ、ポッて、ポ
ていうか、あのチェックいってるんですよ、やっぱ、うん、はい、大原くんもね、ちゃんと手のところまで、はい、それをああやってあのスピードでコントロールしてああやって打つってもう、プロですね、プロですね、本当にスピードのプロって感じ、はい、やっぱりゴール下で体をぶつけるのではなく外に踏み切ってリリースをしていくみたいな選択肢を自分で何でですか考えてやっている、はい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 、やっぱりすごいですね。さあタイムアウトが明けて9対0、今のところユッケが圧倒的リードをしております。止めないとですね、まずは。そうですね、確かに今いやちょっと気になるんですけどユッケはまたコーラを飲んでいるのかなっていう、はい、なんかね前回もコーラを飲んでたなっていう話を。コーラス、バイブス、バイブスね、いいねということでこのバイブスに対して大原踏みとどまれるか。9対0ユッケボールです。止めたいですね。さあ自分のペースで見せていきます。さあスピード、同じリリースで3連続決めてきました。同じだな、でも、はい、すごいな。そして今のがエンド1となりプラス1点12対0ユッケボールから再スタートです。これね分かってても止めれねえんだろうな。いやーやっぱり本当に少し距離を取りますね大原は。おっと新しい技だ。これはどうリリースするか決まりました。マジか。いやー大原0点これやばいね。いやすごい、ちょっと今のドリブルも新しい技でしたが、さあ見せるか。おっとこれは足に当たって、そこの切りがやばいね。はい、プレーオフになります。さあステップバック3、外があるか。おー、いやここから巻き返したい大原。そうですね、はい、スリーポイントを決め始めれば全然リズムがあります。おっとこれはエアボール、リズムが狂ってますね。はい、いやすごいゲームだ。ありますよね、絶対、はい、止めたいですね。さあユッケマッチポイント2-3、どちらでも勝利となります。14点、どう出てくか。大原少し距離を取ります。じわじわとゴールに近づいていき、どう攻めるのか。レグスルー、おっとステップアップか、シュートだ。これが決まった。おお、圧倒的なゲーム。おお、ユッケ完封ですね。瞬殺ってやつですね、はい、こちらワンサイドゲームとなりました。ドライブドライブドライブで最後はプラップ、うん、いやすごいですねユッケ。いや、 やっぱ止めれないですよ、うん、止めれないんですよね。あの感じ、圧倒的なゲーム。おー、ユッケ完封ですね。だから普通つっただろ、はい、こちらワンサイドゲームとなりました。ドライブドライブドライブです。はい、いやマジか。パターンはある程度把握してイメージはしてたんですけど、まあ、実際生で対峙するとその何倍も早かったですね。いやパップじゃないですかマジで。ね、かっこよすぎすぎるね、ちょっと